はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムーンです。さあ、ハネムーンさん、今日はラグマスの、はい、まあ、イベントをご紹介しようかなと思いまして、毎週水曜日8時から8時、はい、はい、1時間だけ、この1時間、はい、ポリントにて、はいはい、イベントがあるんですね。もうその名もポリンバンバン。まあ、始まりましたよ、ポリンバンバンがね。さあ、まずはね、とりあえず、はい、もう見ていただいた方が早い。とりあえず最初に私がポリンバンバンをやりますね。これ私です。うわー、お前じゃん。はい、これ私もう魔法の力でポリンに変えられてしまいました、はい。でもう他のポリンは全部ユーザーです。10人います。ほう、はい、でこうやってポポ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 ポンってこの右下にスキルがあるじゃん。はあはあはあ、これを押すとポポポンつって激突してくるのね、はい、なるほどね、はい、でこう、はいはいはい、マップに宝箱とかあるから宝箱を、うん、叩くと中からスキルが出てきて、こうスキルが増える、スキルが増え、今増えたでしょ。本当だ、これこうやってスキル増えて、でこれちょっと強いスキルなのよ。何それ。これはもう、まあ、後々説明していくんだけど、はいはい、何が目的か。今私体の周りに4つのリンゴが、はいはい、これね、リンゴなんですよ。ゴールデンアップルっつって。全然リンゴには見えない、ね、リンゴなんです。でそれをあの敵から奪い取ると。ほう、うん、でも、はいはい、なん敵、これはあの NPC なので今俺が叩いてます、はいはいはい、でもういきなり敵をこうなんか普通にユーザーを叩いてもいいんだけど、はい、まずはこうやって NPC を叩いて、はい、いいスキルをもらうと。おー、スキルゲット、ね、うん、だからこいつ強いんだけど、うん、なかなか死んでくんないじゃん。強いんだけど、はい、しかもこう殴られてね、リンゴ落としてんだけど、俺もまあ拾えばいいだけの話なんだけど、ね、うん、まあこれ、まあ、自分が落とした分回収してな。で倒すといいのが強い魔法が手に入る。スキルほらほらいいの、ほら赤、ほら赤いの。何それすげえ。赤、赤は強そうでしょ。もうめっちゃなんか向こうに6個ぐらい持ってるやついいんじゃん。そうで、このリンゴは持てば持つほど足が遅くなっちゃうの、重くて、うん、だからいっぱい持ってた人が勝ちなんだけど、はいはい、序盤のうちにいっぱい持っちゃうと足が遅くて狙われちゃう。なるほど、ね、もうほらもうあんなやつもおい外してんじゃん。まあ運が良かったなあいつはな。雑魚だよ。おいおい、こうやって落とす。めっちゃ落としたね。落とす。そうするともうあいつは必死よ。待って待ってと、ほら待って待ってと、ほらほらもう俺が奪ってやったのよ、こんだけ、ね、やってやったのさ。お、来てる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 。いやいや、もう俺の勝ちだよ。はい、まだ来てんじゃん。大丈夫大丈夫。 あいつはなんか NPC にお熱だ。なるほどね。じゃあ俺はもうスキルを取って、よっ、なんだいこれで、いっぱい持ってるとほらもう周りにも見えるから狙われちゃうんだよ、ね、はい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 、うん、お、来てるよ、逃げようね。でコツはと言いますと、はい、まあ最初はスキルを取る。こうやって、はい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 、さっき俺が NPC とか宝箱を殴ってたじゃん、はいはい、まずスキルを回収する。このスキルめっちゃ有利になるから。俺まだ全然使ってないでしょ。うん、お、もう逃げてった、ほらあいつは今。なるほど、ね、俺に恐れをなして逃げてったよ。あれこいつ動いてないね。トイレか、トイレだね。おい、トイレ行ってんじゃねえぞ。でこれ全部取られると、え、ゴースト、待ってね、全部取られるとこ、まあ、リンゴ1個持ってない状態、これゴーストになっちゃう。終わりだ。ゴーストになったら終わりじゃない。あの攻撃できない代わりにリンゴ2個拾えば復活できる。へえ、うん、だからあの人は今、だから他の人からおこぼれをもらいに行かなきゃいけない。なるほどね、うん、で私はもう今所有数12個。じゃあ端っこにいようよ。うん、そうなんだよ、もう勝ちなんだよ、12個持ったらな。ああああ、うん、だから私は今逃げます。こんなこんなとこ見られたらだって全員で追っかけてくるからね。なるほどね、うん、どこがいいかな、その辺によ。いや、このね、キノコのこの裏側。あー、いいね、うん、そこに、ここいいね、いいね、いいね、ここですね。あ、じゃあタイムがね、残り1時間2分30秒なんで2時間、2分な、2分30秒なんで、はい、このまんま終わりたいと思いますけど。まあ、とりあえずね、説明させていただきますよ。あ、はい、ここでね、はい、はいはいはい、右下にあるんですけど、これ突撃ポンって言います。はいはいはい、力を 1.5 秒貯めた後に、はい、前方の一定距離を突進し、進行上の対象をノックバックさせる。これ逃げにも使えるし、うん、もう相手に突撃することもできる。だからもう攻守どっちにも使えるスキルですね。左下ですね、はいはいはい、でこれ隠れるポンつって、隠れるポン、自身を、最長12秒間のハイディング状態、うん、なるほどね、相手から見えない状態にするね。でさらに発動前の3秒無敵なんで、もう時間が終わるって時に、はいはい、もう隠れるポンで隠れちゃえば、なるほど、はい、残念っていう。強いでしょ。なるほど、なるほど。で、この赤いの、うん、これポリン、ポリン弾、はいはいはい、1秒後に指定範囲にポリン弾を1個投げて、結構範囲広いんだけど、はいはいはい、全てのプレイを吹き飛ばすっていう。なるほどね、うん、これもう一番強いんじゃないか な、 なるほど、ね、スキルの中では。だからもうこれ敵が来たらもうバカボーンって投げればいいんだよ。 お、はい、お前マジで気づかれなくて笑うな。でポポチューですね、はいはいはい、これは使うと10秒間自身の速度が 50% アップ。なるほど、はい、なのでまあ逃げるときですね、逃げるときにも使えるし、まあ、これも追うときにも使える、敵を追うときにも使えるんで、なるほどね、まあどっちも使い分けてね、本当に見つからない、見つからない。で、
タイサンポン、タイサンポン、タイサンポンというのがあって、はいはいはい、自身の体が2倍になると、ほう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 、で周囲の敵をノックバックさせ、さらに移動速度を減少するから、もう逃げる用のやつですね。なるほど、ね、はい、だからもうこれ襲われたら、まあ、タイサンポンとかで相手を遅くしてシューって逃げて、まあもうとにかく12個持ってりゃ1位なんで、なるほどね、うん、とりあえずバレないように。あとはもうこうなんかもっとね強いのがあるんだよ、モグモグポンとか、今持ってないんだけど俺、モグモグポンっていうのがあって、ポリンのアイテムを拾う範囲が拡大する、そんなのっていうのもあって、なんかこれ最後リンゴがもう戦争になるからわちゃわちゃして、リンゴがいっぱいこぼれるの、そこにこうモグモグポンつって全部かっさらってくる、そういうのもあって、まあそれは強いね最後にあると。なるほどね、うん、まあみんなお前を探してるねいやまあ探してるでしょうね、まあ、まあ無理なんだけどね、もう俺が1位なんだけど、うん、うん、まあでもう残り30秒だからもうほぼほぼ勝ちなんだけど、はいはい、来たとしてもこの優秀なこのアイテムどもがあるから、うん、まあ爆弾で迎撃してもいいし、うん、もうポポ中で逃げてもいいし、はいはい、あのハイディングで隠れてもいいと。なるほどね、うん、なので、はい、まあそうですね、ずるいかもしれないですけど、うん、まあ、最初に多くリンゴを取って、はいはい、逃げ回るのが最強です。あ、もうこれウィニングランですね。なるほどね、はい、最後はちょっと隠れさせていただいて、はい、隠れる、すいませんね、はい、12秒隠れさせていただいてね、はい、1位でございますと。最強じゃん、はい、さあ表彰式でございます、はい、こいつどこにいたんだろうって思われてる、ね、思われてるよ、探してただろうねあれ、あれ、あ、なんか最後抜かされたみたいです、もしかしたら。え、2位です。なんでなんかこれ喋ってたら2位ですえ、ギリギリまで1位だったのにね。多分最後の10秒ぐらいにまくられたのかな、見てなかった。あ、そう、取り直していいこのまま上げます。 1位になるまで取り直して、このまま上げます。まあ2位だったんで、はいはい、まあ、やっぱ1位になるとこお見せしたいなと思いまして。なるほどね、はい、でこれ何がいいかって、はい、あのリンゴ持った分だけ、うん、あのアイテムがもらえるのね。お、なんだこいつすごいねヤンキーだね。最初に戦ってもそんな意味ないんだよ、結局は最後だからな。痛いね。おお、もう2個しかないじゃん。やめてやめて、死ぬ死ぬ、やめて。え、1個しかない、1個しかない、やめて。もうちょうだい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 、拾えなくない、ちょうだいちょうだい、ちょっと待って待って。え、こいつがすごいヤンキーだね。お、やめて、めっちゃめっちゃやられてる。 なんでこんな序盤はねスキルを集めなきゃいけないんだ、こうやって。なるほどね、ちょっとなんか危ない人いるんで逃げますね。やっぱこの私はこのデビリン、これが、うん、あの隠れるポンと爆弾のやつを落としてくれるの。大体音キャラによって、はいはい、落とすアイテムが大体決まってて、でも こいつを倒すともう強い、とにかくおすすめですよ。なるほどね。で もちろん殴られるとこうやってリンゴ落としてくるんだけど、周りに人がいなければ、はいはい、落とした部分は自分で拾い直せばいいだけだから。まあまあまあ、うん、確かに。でこうやって人が来ちゃうと厄介、戦ってる時に。確かにね、うん、でもなんかあんま相手にされてないんで。はいはい、めっちゃ落ちてる、まあ、あそこリンゴ、あそこもすごいね。よし倒した。あ、隠れるポン、よしよしよし。隠れるポンを手に入れたから、まあやっぱ追われてるけど、まあ最初はやっぱスキルを充実させたいね。で死んじゃうと、うん、あのさっきゴーストリングになるって言ったじゃん、ゴーストになっちゃうって言ったじゃん、うん、アイテム全部落としたの。スキルアイテム、ああそれはきついね、うん、だから死なないように強いスキルを集めるっていう動きが大事。はい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 、はい、これプクプクだな。これあれ、こいつを倒すと無敵になるアイテムをもらえる、うん、ただこいつ自身が使ってくるからちょっと厄介。倒すの、まあまあまあ邪魔がいなければ倒したいですね。でもなんかちょっと、ね、うん、ちょっとやだね、ちょろちょろいるね、うん、ちょっと離れるわ、ここちょっと人が多すぎる。こうマップ見てね、この緑色の点が、はいはいはい、分かるよ、敵だから、うん、まあ最初はほんと避けた方がいい。いやーちょっと混んできたな。3つしかないじゃん、3つしかないで、ちょっと回収しつつ、うわぁもうなんか敵を倒すついでに俺が殺されちまう。やばい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 、あれあれあれ、あーちょっと混んできた混んできた、逃げるあの宝箱を回収してな。ああ宝箱か、リンゴ、宝箱かリンゴ出ることもある、うん、基本アイテムなんだけど、たまにリンゴが出ます。たまにな、はい、あ、なんかいっぱい持ってんなあいつら。うん、まあでもなちょっとまあまあスキルが弱いからな。ごめんね、なんかもっと本当はスキルとかバンバン打ってこういうもんですよって見せたいんだけど、うん、俺勝ちてんだ結局本気のやつじゃん。序盤にスキル使うと、うん、まあ、もったいないから、ちょっとごめんね、俺勝ちにいってるから、これが勝ちの動きだから、ちょっとみんな勉強してね。なるほどね。最初はスキル使わねえ、とにかくデビリンとか宝箱を叩いてスキル、どんぐらいから動くの。来てるよ、リンゴを取りに来たんじゃん。リンゴ来たね、やばいな、ちょっとやばいね。いって、まあ2分ぐらいからかな、おっと、アイテム次第だけど。なんだお前、なんだお前、
大丈夫か。ああ許さねえよ。とりあえず回収して。やべやべやべ、死んじゃう。やべ、ここ混んできたな。やべ。あ、アイテム取られた。アイテム取られた。あいつ。もうこれこうなったら攻撃できないから、誰かのおこぼれをもらうしかないんだよ。はい。オッケー。ああ、よかった。ちょっと待って、俺のアイテム取ったやつ。おい。待って。どこ。あいつ、ダメ。あいつどうすんの。倒せばいいんだよ。え、結構ある、ね、大丈夫。あいつほらリンゴいっぱい持ってるから重いから。なるほどね、うん、めっちゃ落とすね。おだ、もう許さないよ俺のアイテム。え、どう半分落とす感じ。あ、いくつ落とすんだろう。めっちゃ落としたね。よし隠れるボン回収やるね。隠れるボン、あ、復活した。よし、逃げよう。いいね、あと逃げます。さよなら。ポポチューでちょっとね。いやー、よかったね。ここでちょっとポポチューを使わせていただいて。いやー、もう撤退ですよ。戦略的撤退ですよ。でも俺は取られたものを返してもらっただけであって。なるほどね。追われる筋合いはないと思ったんだけど、めっちゃ追ってきてる、ね、めっちゃ追ってくるね。どうします。いいじゃん、俺のじゃん、もともと。お、やだ、なん、やだ。リンゴめっちゃ落ちちゃった。そっち行け。オッケー。あ、いいね。リンゴに釣られてったな。リンゴに釣られてった。おー、すげえのいる。君持ってるね。1位の人。君隠れずにいるね。君、あ、いいね。あ、たちょうだい。あ、いいね。よし。12個じゃん。あー、隠れに行こう。約束の知恵行こう。約束の知恵、伝説のキノコの裏に行こう。なるほどな。他にないのかな、ああいうところ。多分あるな。いや、ちょっと怖いな。人が多いな。いや、人が多い。なるほどね。ここも、いるね。いやー、そうだね。ちょっと大回りでキノコのところに行こう、ね、いいと思う、いいと。伝説の場所へ。よし。いや、いるよ。いるよ。怖え。だってこんな姿見られたらね、うん、もう襲われるからね。でもなんか12個持ってて。いろいろ使えばいいじゃん。あ、まあね、スキル使ってってもいいんだけど、で40秒でしょ。うん、うわあ、勝ちて。でもさっき12個で負けてるからね。まあそうなんだよね。約束の知恵。約束の知恵。でもこの動画見たらみんな約束の地に来るんじゃない。これ絶対強いと思うんだよ俺。まあね、うん、見えないからね。でも動いちゃうの。ごめん、なんか今パッて見たらね、うん、1位じゃないっていうことに気づいて。やっぱりね、2位でもいいんだけど、1位もね。ちょっと待ってくださいね、ポポチューでちょっと速度。誰かこいつを。あ、待って、1位にしてくれ。1位に全然1位。あ、やばい、襲われる。やばい。あ、リンゴ落ちた。1位にさして。ダメだ。ごめん。保身に入った最後。2位から落ちるのやで最後隠れました。すみません。本気じゃん。はい。2位しか取れねえじゃないかよ。すみません。でもこう、ほら、ハッピーポリンっていうアイテムがもらえたんで。はい。まあ。1位取らずに終わるの。はい。まあもう1位はもう君の目で確かめてくれってことですよね。あ、なるほどね。要はね。はい。まあ、あの本当はポリン弾とかね、あのスキルもお見せしたかったんですけど、使わなかった、ね、使わなかったね、抱え落ちっていうことで。で、はいはいはい、そのこのポリンバンバンで集めたアイテムってのは、はい、交換できると。ハッピーポリン交換できたって、はいはい、ね、でほらもう有名なおにぎりですね。有名なおにぎり、有名なおにぎりとか、ジョブポーションとかベースポーションとかで、ゴールドバッジってこれすごいレアなのよ。これがいいのよ。なるほどね。だからまあ基本はこれを交換する形になると思うんだけど。なるほどね。うん、あとはほら装備品とかをもらえて、だからまあ週に1回、あの別にゲーム内ゴールドがかかるわけじゃないし。なるほどね。楽しめる。そう、楽しめるし、その1時間以内なんだけど、まあ、参加すれば、はい、楽しくてアイテムがもらえるというイベントなんで。なるほどね。でもぜひともね、こちらの方なので皆さん参加。これポイントは持ち越しされるの。あ、もうもちろん。この時だけじゃなくて、もちろん持ち越しされる。それ来週も持ち越しされるから。へ、ね、まあ、水曜の夜8時。そうですね、あの21時まで1時間ありますんで、ぜひともね、はい、チャレンジしてみてくださいということで、本日はポリンバンバンをご紹介させていただきました。はい、はい、ラグマスでございました。ご視聴ありがとうございました。